はい、こんにちは、竹丸です。今日は飲み物の動画を始める前にちょっとですね、制服、夏季の制服ですね、ちょっとご紹介したいと思います。スバルさんの STI ショップで買ったT シャツですね、2枚、それを着て今季ちょっと制服とさせていただきたいと思います。今回購入いたしましたのはスバルさんの何やったっけ、ワークスやったっけ、忘れたんですけど、スバルってでかい文字がプリントされているものと、 STI って、小さく胸元にプリントされている2タイプで、この2枚でちょっと動画レポートの制服言うたらおかしいんですけど、服があんまりなくって、ちょっとこれで今季は行こうと思います。ちょっと今日はこっち来て、レポートして、明日はこっち来てレポートして、また交互でこんな感じでレポートしてみようと思います。はい、ちょっとそうですね、ブルーの方の T シャツ、着てみたんですけれども、名札ついたまんまでちょっと盗んできたみたいな感じになってるんですけど、ご了承のほどお願いいたします。後で着ます。今日ご一緒にご覧いただくのはワンダのミルク割りですね。こちらの動画、ご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料名ですね、ご一緒にご覧いただきたいと思います。ここですね、牛乳、砂糖、コーヒー、カフェインレスコーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、クリーム、バターミルク、デキストリン、乳化剤、香料、カゼイン NA ということなんですけれども、カフェインレス珍しいですよね。次、カロリーの方は 100g あたり 32kcal ということです。あとはそうですね、こちらワンダの牛乳割の説明記載ございます。糖類 37% カットですね。はい、ワンダミルク割の中身なんですけれども、そうですね、色合い的にはハーフ&ハーフぐらいの割合でしょうか。コーヒー牛乳っていう感じでしょうね。少年やってすみません。噛んでしまいました。それではお味の方チェックしてみたいと思います。ほう。ハーフ&ハーフ、そうですね。なんやろ、いい感じです。例えるなら、グリコさんのカフェオレみたいな感じでしょうか。それをずっとまろやかにした感じで、あとはそうですね、コーヒーのコクもなかなかいい感じで味わうことができます。美味しいです。あとはそんなに甘いんですけど、そんなに甘くない、なんやろ、なんか不思議な甘さですよね。全部が上品な感じでチョイスされているっていう感じでしょうか。何言ってるんでしょう。ちょっともう一回チェックしてみます。そうですね、上品です、一言で言うと。美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。